こっちが網エビのみですね。こっちが網エビのみで、でこっち側が配合、生オキアミと網エビと、治療用の配合剤を混ぜたものです。でも集中力で言ったらもう網エビ、もう間違いなく網エビだけがこれが一番強いです。で遠投力はもうこういう風にまとまりがありますんで、下から投げでもボーンと遠くへ、投げることができますけど、網エビっていうのはもうすぐばらけてしまいますんで、こう同じようにこう投げても3メーターぐらい手前に落ちます。でまあ、これがまあ操作性の違いですけど、すぐそこら辺で手前で釣るんだったらこの網エビとかでも十分です。そのかわりこうサバとかイワシとかこういう魚をいっぱい寄せてしまいますんで、まあどっちを使うかっていうのはその釣り方によって、変えていったらいいと思います。